こんにちは、滋賀十五です。今日も滋賀十五のツボやっていこうと思います。まずは現在開催中のイベント収録トーク総選挙についてなんですけど、まあそちら僕も参加していて、で今予選期間中なんですよね。で予選なんだっけ、予選投票券かな、予選投票券っていうギフトを、僕の番組に送ってくださった皆様、どうもありがとうございます。本当はね、一人一人お礼を申し上げたいところなんですけれども、まあ秘密選挙の原則にのっとりっていうか、まあそれでねお名前公表することでなんかいざこざになったりしてもなんなので、まあ本当に、感謝しております。どうもありがとうございます。こちらの予選はですね、まあ期間としては今日金曜日なんで、金土日とあさって13日の日曜日まで、まあ投票できるということなので、ぜひ僕の番組が面白いと思ってくださった方、投票する価値があると思ってくださった方は投票していただけたらと思います。こちらのギフトはですね、まあ100コインっていうことなので、無料のボーナスコインっていうのがあれば 1日1回投票できるということになっているので、まあぜひ応援の方よろしくお願いいたします。さて、今回はまず冒頭でその収録トーク総選挙の話をして、次にですねお便りをいただいてるんでそちらご紹介したいと思います。まずはリエさんからいただきました。まあこれはね、違かったとか、なんだっけ、違くないとかね、こういう形容詞型の活用をする違うについてのお便りです。ラ抜き言葉と同様、違かったはとても耳に違和感の残る言葉なのですが、よく思い起こしてみると子供たちの会話に同じな感じという表現もあるなぁと。言葉の変化って面白いですよね。ラ抜き言葉が良しとされたように違うと同じも正解が増えていくのでしょうね。とても勉強になりましたということで、リエさんどうもありがとうございます。これもなかなか面白いですね。お子さんが同じな感じ、つまり同じ感じでいいところをまあなっていうのをつけてるわけですよね。まあでもそういう使い方は当然といえば当然で、同じだっていう風なその形容動詞とみなせば、綺麗なとかと同じように同じなっていう形がね類推で出てきてもおかしくないので、むしろ例外に一般規則を当てはめたみたいな感じですよね。でこの間のトークでお話ししたのは、この同じっていうのが形容詞っぽくなって同じかったとか同じくないみたいな言い方が出てるみたいな話でした。これはどうなるだろうな。つまりリエさんのお子さんは、まあ、この同じっていうのを形容動詞として使っていってるんですけど、ツイッターとか見てると同じくない同じかったっていうのも観察されるので、これがどっちに落ち着くかなっていう感じですね。というわけでリエさんどうも面白い例ありがとうございました。2通目のお便りもこの違かったみたいな表現についてです。ザンスザンスサイザンスさんから質問いただきました。ありがとうございます。質問ではないザンスが、あ、質問ではないって書いてた。違くてを使う人は終止形として違えを使ってるかもと思ったザンスということで。はい、どうもありがとうございます。これはその通りだと思いますね。つまり違うっていうのは、形容詞っぽく使われて違くない違ければ違かったとこうなるんですけど、唯一終止形の違いっていうのはまあなさそうだみたいな話をしたんですよね。ただ違えっていう形は確かにあるんですよね。でもこれもやっぱりね、熱いっていうのがあってあちいだし、やばいっていうのがあってやべえなので、違えっていうのは元となる違いっていうのがないのにそういった形があるっていうのがね、これまた面白いところですね。ただこれから先本当に違いっていう形がまあ定着していくかもしれません。これはちょっと何とも言えないですね。というわけで
ザンスザンスサイザンスさん、お便りどうもありがとうございました。さて、今回のトークの後半戦は引き続き形容詞についてね、ちょっと考えてみようと思います。日本語の形容詞っていうのは英語みたいな言語の形容詞と比べると、まあちょっと変わった特徴があるんですよね。それは活用するっていうことです。まあ活用するというか、もっと端的に言うと、まあ過去形があるとかね、まあそんぐらいシンプルに言ってしまってもいいかもしれません。つまり暑いに対して暑かったっていうようなね、形を変えるということですね。まあ過去形だけではなくて、仮定形みたいな、暑ければみたいなものもありますよね。一方、英語の形容詞を考えてみると、形は変わることは確かにあります。まあ比較級とか最上級とか、そういったもので、ER とか EST みたいなものをつけて、形を変えることはありますけど、現在か過去かで形容詞自体の形は変わりません。そういう時制と言われるものですね。まあカタカナではテンスと言われるものですけど、そういう現在やら過去やら、あるいは未来やらっていうのを表すのは B 動詞の方ですよね。こういった事情があるので、英語が母語の日本語学習者が、まあ、初期の段階でね、よくやってしまう間違いとして、暑いでしたみたいな言い方をしてしまうんですね。暑かったですっていうのが一応自然な日本語かなっていう感じですよね。これはつまり、 I am a teacher が私は先生です、 I was a teacher、 私は先生でしたっていうふうに、 B 動詞現在形はです、 B 動詞過去形はでしたに対応するので、 It is hot に対して It was hot をこう並行的に考えて、暑いです、暑いでしたとこうなってしまうってことなんですね。ただ日本語の場合は暑い自体が活用して暑かったみたいな言い方があるということですね。ただよくよく考えてみると、暑いですっていう言い方もなんか変だなっていう気がしませんかね。まあこの点については関連トークがあるので、そちらも聞いていただけたらと思います。歴史的に見ると、実は日本語の形容詞も過去形があったわけではないんですね。というのも、暑かったっていうのは暑くあったの、まあ縮約形っていうか短縮形なんですね。現代日本語だけを見れば、日本語の形容詞は活用をしてるっていうふうに見えるんですけど、歴史を遡ってみると、実はその中にあるっていう動詞、まあ古典だとありですね。このありっていうのが潜んでるんですね。なので、暑かったっていうのも、暑くあったから来てるので、英語の形容詞文が過去を B 動詞で表すのと同じように、暑くあったも過去は動詞ありの方が表してるっていうことになっています。なっていますが、これは歴史的にはそういう説明ができるというだけであって、現代の日本語の説明をするのに、あんまりね、こういうふうにやたらめったら過去のことを持ち出すのは本当は良くないんですね。まず前提として、現代日本語の形容詞は活用します。時勢によって変化します。ただ歴史的な変遷を見れば、その中にありっていうのは潜んでいます。そこはね、きっちり引き離して、つまり現代日本語の体系と日本語が歩んできた歴史っていうのは、まあ、きっぱり分けましょうっていうのが言語学の基本的な考えとなっております。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら関連トークの方もね、聞いていただけたらと思います。それと冒頭申し上げました通り、収録トーク総選挙の方の投票もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。
ごきげんよう。